内ファンチ、内ファンチもしくは内ファンチは、空手の型、形の一つ。形は、内ファンチに始まり、内ファンチに終わる、ヤブのリミチと言われるように、古くから空手修行者が最初に習う基本型である。とりわけ、手裏手、止まり手の系統では、この型を、最も重視してきた。またこの型の立ち方を内ファンチ立ちとして、牙立ちと、区別する派、会派もある。 古来より、内藩地は首里及び、白地域の空手修行者が最初に習う基本の型とされてきた。首里主の王や、糸洲や拙に指示した、千葉の朝信、小林流の海祖が、我々の姓は内藩地を基本として教えましたと述べていることからも、この事実は確認できる。糸洲が学生用にピンアンを創作、明治37年、1904年して、以降、 ピンアンが内ン地にとって変わったと誤解されることもあるが実際はピンアン創作後もイトスは沖縄県主犯学校では内ン地しか教えていなかったとされる。師範学校在学時代にイトスとその師範代のヤブ県通りに指示した義馬新勤小盗官流は私が師範在学中の5年間に本当に練習したのは内ン地だけだったのです。体育の時間でも 教練の時間でも、空手大会でも、毎年秋に開かれた大運動会でも演舞したのは全て内ファンチだったのですと語っている。また、義馬によれば、ヤブはピンアンを練習するくらいなら、交渉君を練習しなさいと述べたという。イトス、ヤブ、義馬とも内ファンチを得意とした。イトスに至っては、平素から内ファンチがちそのままの足幅で歩いていたとまで言われている。 一般に、内反チは、鍛錬型とみなされることも多いが、同じく、糸す門んの本部、朝元は、内反チの形を左右、いずれかにひねったものが、実践のあだちで、内反チの形は左右、いずれかにひねって考えた場合、いちいちの動作に含まれる、いろいろな意味がわかってくる、本部長期語録と語り、内反チを単なる鍛錬型に止まるものはせず、実践形としても重視している。 本部、朝本は内反地しか知らないと揶揄されるほど、この方を得意としていたのは有名である。また、本部から内反地を教わった大塚博則は、赤時は一通り操作ができるようになるには三年を要し、一生かかっても完全にできないと言われていたほど難しいとされいる形であると解説している。カタカナでは内反地の他に内反地とも言う。このは、 沖縄方言では、波行の死因を、カヨトで発音することに由来している。なお、中世から、近世初期までは、日本本土でも、そのように発音していたと思われる。例えば、那覇は、沖縄方言では、ナーファと発音する。それゆえ、沖縄方言の発音通りに表記すれば、内反地となり、近代以降の日本語標準語で表記すれば内反地となる。カタカナでは、 他に、内反チェン、内反チンなどの表記も見受けられる。漢字による表記はすべて、空手が本土に伝来して、以降の当て字や翻訳である。マブニケンワは、内あユミシン、現代の全空連における意図登流型としては、金表記の内反チンとし、船越義しちんは、牙立ち後に、鉄器とした、現代の小刀管流では立ち方を、牙立ち、型、形を、 鉄器と呼んでいるごとくである。他に内藩船、内藩桶、原生流刑などの表記もある。本部によれば内藩地は古来よりよく行われた方であるが中国ではすでに出電した方であるという。一説には泊り村にかぐるしていた中国人が内藩地を伝えたとされるが真偽の程は定かでない。一方で口述するように本部が 松村宗根の内藩地について承実していることから、19世紀前半には、すでに、首里地域において、内藩地が、伝来もしく誕生し、空手への基本型としての地位を確立していたものと思われる。泊村では、松村工作、1829年から1898年、が、はじめ宗久親雲上、 吉高、1800年から1850年に指示して、内藩地を習ったとされる。宗久の没年は1850年なので、この伝承が真実だとすれば、松重義が内藩地を習ったのは遅くとも1840年代ということになる。なお、伊都安常が、泊村の墓地に加遇する、漂着人、チャンナン、全南から、 内ン地を初めて教わったとの公費があるが、これは、イトスの師匠である松村がすでに内ン地を教えてた事実と矛盾することから、人物や時代についての情報がいくらか誤って、もしくは創作あるいは誇張、脚色されて伝えられた可能性が高いと思われる。内ン地には、初段、二段、三段の三種類がある。二段と三段は、イトスやスツネが創作したという説と、 元々の内藩地を三分割して、初段、二段、三段を作ったという説がある。いずれにしろ、平安、平安の方と同様に、数が大きくなるにつれて長く複雑な方となっていくが、最も大切とされるのは簡素な内藩地初段。例えば、和道流では、公式には初段のみを内藩地として残しているである。なお、初段及び二段は左右対称の方である。 内反地は、今日では一般に右進行で始まる流派が多いが、一部の流派では、左進行の内反地も伝承されている。首里で系統では、本部流、一心流、海祖、島袋達夫、新東流、海祖、日垣よのり、岸本祖皇に支持等、また白で系統では合白海等がそれに該当する。他にも、開始時に、片方だけ顔を向ける、公式。 左右に顔を巡らす、公式、本部流、和道流、新東自然流等の違いもある。立ち方も、例えば後期の糸スケート、糸東流や小林流などでは、三鎮立ちのように両足を、内八の字に置き膝もやや内側に絞る一方で、内反地の名手として知られる本部、朝本、地目、遠山博志兼、矢部のりみの直弟子、中村茂、 沖縄憲法、船越義鎮の系統では、両足は平行に近く膝はむしろ、少し外に張るなど、流派、海派や演武者などによって、バリエーションが合う。また、船越義鎮の立ち方も、初期の写真では、足幅は狭めだが、現在の小刀管系統ではそれよりずっと足幅を広く取る傾向にある。さらに、小刀管系の改変された内ファンチ、内反地、牙たち、 あるいは鉄器は、伝統派から手のみならず、小刀管流の流れを組む手近藤や、フルコンタクトから手各派の多くで、基本稽古もしく方、形に取り入れられている。また、本部、朝元によれば、内藩地の握り拳はかつては平手、買い手の平だったとされる。他に左右へのろ手付きの張り付き部分が開け、手の平、裏剣を打つ時の添えて部分が日本眼手であったの、説もある。 近城広施設松村宗根,根と糸須、安つねの両方に指示した本部、朝本によると、両人の間では内反地に相違があったとされる。特に松村の内反地については、本部の解説が唯一のものであり貴重であるので、以下に引用する。内反地の方で、松村先生と糸須先生と異なっているところがある。内反地の中で足を 膝のところまで内側へ上げて、元の位置へ踏み下ろすところがある。あそこのところで両先生の流儀が異なっているのだ。松村先生の流儀は、踏み下ろすときに、足を軽く平らに足裏を地上に下ろすのだが、伊藤先生の流儀は、足の下ろし方を力を入れて重く、足裏を平らに下ろさず斜めに下ろす気持ちで、強く踏み下ろす。これは、右足のときも左足のときも、 同じことである。次に手を胸の前面に突き出すところも両先生のやり方が異なっていた。一つの拳を側面に寄せて取り、他の拳を胸部前面に横に突き出す方が右にも、左にもある。あそこのところの拳の突き出し方が異なっていた。松村先生の流儀は拳を斜め前に突き出すので、肘がほとんど伸びている。しかし、 イトス先生の流儀は拳を平行するように突き出すので肘のところで角に曲げている。これは左手の時も右手の時も共に同じである。空手研究より原文は旧字体、旧かな遣い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。